暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。ピーちゃん、どうしても整理整頓が好きになれないよ。プーちゃん、ドイツでは整理整頓を好きになりなさい、時間と手間を省いてくれるからってことわざがあるんだって。まず好きになってみよう。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回はドイツの文化である整理整頓から学ぶことというテーマについて、門倉タニアさん著、タニアのドイツ流心地いい暮らしの整理術をもとに考察していきます。例えば、捨てるのも整理整頓も苦手だし楽しいとは思えない、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回ご紹介する内容を知らないと、いつまでもどんよりしたお片付けを行うままです。しかし、この動画の内容を実践していただくと、整理整頓の大切さを理解し、お片付けを進めることができるでしょう。このチャンネルでは、暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、料理研究家、門倉タニアさんの著書、タニアのドイツ流心地いい暮らしの整理術。ドイツ人のお母さん、日本人のお父さんを持つ門倉さん。本書は、門倉さんがドイツ人のご家族に学んだ、ものだけに限らない時間や暮らしにまつわるドイツ式の整理術について書かれた本です。門倉さんはここで自分のテーマとしているウィリアム・モリスの言葉を挙げます。役に立つもの、または美しいと思うもの以外は家に置かない。今回は、綺麗でシンプルな空間に心地よく生活する門倉さんのお片付け術を見ていきます。一言で言うと、整理整頓を1日15分だけ頑張るです。門倉さんが片付けを定期的に行う意味とは、外で何かしら抱えたストレスを落ち着いた心地いい家で解放できるようにすることだと言います。その落ち着いた空間とは、イコール片付いた空間であるとのこと。では、一度に大きく片付けを行おうとすると、その片付いた空間はずっと継続できるのでしょうか？残念ながら、一時的に片付いても、ずっと綺麗をキープすることは難しいですね。今回ご紹介するのは、片付けの中でも整理整頓にあたるステップです。お片付け方法を実践するにあたって、門倉さんがおすすめするのは、1日1箇所15分の時間制限。それ以上頑張ろうなどとは思わず、まずは小さい範囲で、今日はキッチン、今日は玄関と継続してみることが大切ということです。ドイツ式の片付けの考え方を、ぜひ日常のお片付けに活かしてみてくださいね。本日のお品書きはこのようになっています。ドイツ流シンプルな物の整理方法について3つのポイントにまとめてみました。整理整頓を乗り切るエールの言葉、思い出のものを捨てるには、溜め込みがちなものを制限する。それでは参りましょう。まずはじめに、整理整頓を乗り切るエールの言葉について解説していきます。本書では、あるドイツのことわざが登場します。それは、人生の半分は整理整頓という言葉。この整理整頓はドイツ語でオルドヌングと言いますが、オルドヌングには秩序の意味もあります。すなわち、物が散らかったなら秩序よく元に戻す必要があることを門倉さんは主張します。例えば、門倉さんのドイツ人のおじいさんは90歳を超えても家の中に決まった物の定位置を守り、変わらない動線で動くと言います。ドイツには、整理整頓を好きになりなさい、時間と手間を省いてくれるからということわざもあり、ドイツの人の文化として、秩序よく空間を整えることが人生を通して自然と身についているとわかります。ちなみに、先ほどの人生の半分は整理整頓という言葉を調べたところ、続きがあり、けれども他の残っている半分の方が楽しいという意味が含まれるそうです。このように、ドイツ流の整理整頓とはことわざにもなるぐらい、すでに文化として馴染んでいることが見受けられます。門倉さん自身は、整理整頓が得意ではないとのこと。
しかしこのように文化として整理整頓を頑張ろうと支える言葉があるのは大きいですね。皆さんも片付けにくじけそうになったら思い出してみてください。続いて、思い出のものを捨てるにはについて解説していきます。門倉さんは整理整頓の基本は処分にあると答えています。これは空間にあったものの量しか持たないことを基本にすると、そこからはみ出したものは手放すことが原則になるからです。さて、手放すとなると中でも大変なのは思い出のものについてではないでしょうか。門倉さんのドイツのご家族も日頃習慣として整理整頓を行っていますが、年齢とともにだんだん手放すのが億劫になると言います。その中でも思い出の詰まったものというのは誰もが手放すのは大変ですね。取っておけるなら全部取っておきたいですよねと寄り添いの言葉を語る門倉さんですが、それでも思い出のものを手放す基準を具体的に持っていて、次のように上手に手放す様子が本書から伺えます。子供時代の思い出のもの、小学校の文集、思い出の服、おもちゃ、卒論などいろいろ挙げられます。門倉さん曰く、仮に思い出のものを手放したとしても心に思い出が残っているとのこと。例えば門倉さんの93歳まで生きたおじいさんは思い出のものをほとんど持っていませんでしたが、ふとした時に思い出をしっかり解雇していたといいます。手紙、特別な内容のもの、綺麗な絵が描かれたものは保管し、それ以外は捨てるとのこと。また年賀状、クリスマスカードについても1年分だけ保管し、それ以上経ったら処分するそうです。思い出のものは取っておこうとすると年齢を重ねた分だけスペースを取ります。どうしても手放せないもの以外、心に思い出があれば大丈夫であるものを見極めていきたいですね。最後に、溜め込みがちなものを制限するについて解説していきます。門倉さん自身、数々の引っ越し経験があり、整理整頓も同じように経験を積んできている方ですが、それでも整理するのに苦手なジャンルがあると言います。それは本、DVD、CD のジャンルです。門倉さんはこれらを増やさないルールを設定しているとのこと。門倉さんの整理方法から、ここでは本、DVD について取り上げてみます。本、何度も見返す、どうしても手放せない本は残し、それ以外は本に執着せずに持たないことにしている。また必要なら図書館に借りに行くということです。手放す手段としては、友達に譲る、リサイクルショップに持ち込むなどが挙げられます。 DVD は基本的にかさばるので購入禁止にしているとのこと。また DVD プレイヤーは持たず、インターネットで映像をダウンロードしてパソコンで見るようにしているとのことです。以上、2つの整理方法をご紹介しました。また本書では特に取り上げられていませんでしたが、これらのジャンルは現在電子書籍やサブスクでも楽しめるようになりましたね。物理的なものを増やさず済み、ネット環境さえあれば手軽に楽しめるのでおすすめです。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、人生の半分、整理整頓を頑張ればもう半分は楽しめるということ。次に、思い出のものは意外と心も覚えていられるということ。そして、溜め込むジャンルのものは増やさないルールを設けるということでした。今回はドイツのことわざがいくつか登場しましたが、日本ではなかなか聞かない概念です。しかし、どれも前向きになれる言葉ですし、先ほどエピソードにも登場しましたが、門倉さんのドイツ人の90代のおじいさんでさえ、その言葉を活用するかのように整理整頓を行えていたということでしたね。お片付けつらいなぁと思ったら、人生のそもそも半分は整理整頓だと開き直ってみるのもいいかもしれません。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で、ドイツの文化である整理整頓から学ぶことの解説は終わりです。人は一回聞いただけでは忘れてしまいます。
なのでこの動画をぜひ繰り返しご覧いただき、日常に取り入れていきましょう。また概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。